日本人と日本人は住まいの人、どうも、タイジーナイタです。今回はですね、最新版、今すぐ使える裏技、小技、全35種ということで、ぜひね、参考になったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速紹介していきます。敵が壁スレスレにいれば、ロードキルできる。フルオートよりも指切りした方が発射レートが高い。車の窓枠は木が透ける。斜面と遮蔽物で伏せれば頭、体を出さずに撃てる。消音器をつけると球速が上がる。詳しくは概要欄をチェックしてください。ドットサイトは木中で透ける。木が透ける服装がある。詳しくは概要欄をチェックしてください。敵なら車の上に乗せて移動できる。これでも使うときはないね。ガソリンをこぼした場所を撃つと血が吹き出る。エイムアシスト射撃は絶対に設定した方がいい。見てもらったらわかると思うんだけど、めっちゃ吸い付くんですよね。こんなに吸い付くのにつけないのはもったいない。伏せれば銃口が壁貫通しない。イモる時とかはね、必ず伏せた方がいいと思いますよ。MP5-05 式 MK5 は指切りすれば簡単にチーター撃ちできる。M4 は音声通常の方がいびきりしやすい。詳しくは概要欄をチェックしてください。95式は音声入の方がいびきりしやすい。詳しくは概要欄をチェックしてください。リロード中に射撃ボタンを押せばリロードキャンセルできる。ジャンプ中に視点移動すれば空中移動できる。一番軽い画質設定は快適、中、120フレーム、低。エイム加速禁止オフの方が腰打ちしやすい。エイム加速禁止オンの方がピタ止めエイムしやすい。移動感度が高いほどレレレ打ちしやすい。自動快速音だと重くなる。敵に弾が当たった瞬間に弾にね、重くなったりする時があります。 5mmAR の中で一番球速が速いのは M4 と95式。詳しくは概要欄をチェックしてください。 9mmSMG、MP5-05 式、MK5 の中で一番球速が速いのは MP5。 回復直後に回復すれば走りながら回復できます。激戦野原の建物は基本よじ登れる。ワンピースコラボのアイコンだけ浮き出る。回線スピードによってキル速が違う。詳しくは概要欄をチェックしてください。端末によってキル速が違う。詳しくは概要欄をチェックしてください。射撃ボタンを高速タップすれば走り撃ちできる。パンクしてる車は加速しても最高速度は同じ。ただね、乗った直後に加速するのはありだと思います。すぐね、最高速度になりますので、ただ最高速度は変わりませんので、ただただガソリン消費しちゃうだけなので、最高速度いったなと思ったら、加速使わない方がお得です。一番銃声が小さい AR は M27 の消音器、かっこ音声通常。これぜひね、メインストリートとかで使ってみてください。敵ね、多分びっくりすると思う。高速しゃがみができる。投げ物を投げる状態でジャンプしてから高く投げる、低く投げるを連打すればできます。電動車はスキンチェンジすれば焦げが消える。電動車は白の方が速い。ゾロの殴りは刀判定。これ正直初動めっちゃ強い。で、これゾロだけじゃなくて、ローもできるはず。はい、ということで以上がね、全35種でした。ぜひ参考になったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介した以外にも、こんな裏技あるよとか、こんな小技あるよってね、ある方はぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。